はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆっこるです。今回なんですけども、サレーネサレーネの異業編成紹介していこうと思います。今回使うリーダーはこちら、ルテナですね。ルテナを使っていこうと思います。編成はね、もう右側と左側にどちらかに出てると思うんで、そちら参考にしてください。ということでやっていきましょう。まず1階層ですね。1階層はガドブで発動するか、適当にね、こんな感じで色消しを突破してあげてください。はい、で回復残してもらえればありがたいです。こんな感じで突破していきます。はい、でね、ルテナをね使う意味としては、やっぱりまずキャラが少ない人は、特に例えばタオレンがいないよっていう人とかだったらね、ルテナの方が安定するかなと思います。安定じゃない、ごめん、ルテナを組んでもらえればね、なんか変な編成であるか全然安定すると思います。はい、そんな感じでこっちがね、 B 側もリダチェンしてもらって突破していきます。はい、まあでも正直だけど、例えばサレサレタオレンが組めますよ、ルテナ使った方がいいですかって言われたら全然使わなくていいと思う。そう、やっぱニュアンスとしてはあくまでキャラがいなくて、そういうリーダー格の人がいないから、あ、これだったら組めるっていう人がいた場合のみ使ってもらえればいいかなと思っています。はい、なんでかっていうとね、この編成とかの場合、例えば道中って5コンボ必須で、かつ基本的に、ルテナの火力を使うので、そうだね、だいたい7コンボしてもらう必要があるんですよね。まあしなくても抜ける場所は結構あるのはあるんだけど、結局そういうのを考えて周回するのってめんどいから、全部7コンボしてもらうのが楽なんですよ。そう、でもこんな感じでパズル見せちゃうと、抜けたけど今回は抜けない場合もあるんですよ実際。まあ言うみたいに水が超多いみたいな感じの場合はね、っていうのが少し残念かなっていうと、あと17階層が普通にむずい。うん、そこはやっぱデメリットとして紹介しておかないとね。さすがにデメリットある編成を何も言わずに、うわ強いよっていうのはありえないと思うんで、そこら辺デメリットは分かった上で見てもらえればなと思います。ちなみに17階層何がむずいかっていうと、L 字プラス追い打ちプラス無効貫通を組む必要があるんだよね。ただその3コンボでいいんだよ。まあその3コンボでいいから、ある程度パズル上手い人なら見せんないんだけど、あ、はい、突破していく。まあある程度パズル上手い人ならね見せんないんだけど、そう、そのある程度パズル上手い人が相方なのかっていうのがね、すごい大事なところでね。例えばそのある程度のパズルができない人が相方だった場合に突破できなかったりとかっていうのがあるんでね。まあ基本的にパズル上手い人が B 側やってもらった方がいいんじゃないかなと思います。ただまあ L 字プラス無効貫通プラス追い打ちってね、そこまでは難しくないんでね、まあめちゃくちゃ問題じゃないと思ってます。どちらかといえばマンティコアで追い打ちプラス8コンボいる方が結構むずいなっていう感じはするんで、基本的に。まあね、そこだけ注意してもらえればなと思います。そんな感じやっていきましょう。どちらも本当にこんな感じで抜いていくだけ。あとさっきのね、キラーの場所とかに関してはね、ガドブレ発動してもらったら普通に倒せるんでね。で、ここは一旦まずは盤面整理してください。はい。で、ここでね、追い打ち組みながら突破していってください。確か次も 99% ダメージだったはずなんで、死ぬことはないでしょう。はい、そんな感じでエルジ君で倒していきます。言うて強いけどね。言うて強い。で、ちなみにね、サレーネがバインド一応食らうのは食らうんだけど、このサレーネが。ただ、サレーネバインド食らったところで、道中ではね、サレーネの火力はまあ、ほぼほぼ必要ないんで、気にしなくて OK です。このサレーネを入れてる理由としてはね、何階層だっけな ?19 階層かな。クトゥグアが来た場合に、サレーネの火力で抜くようなんで、そこまでの問題じゃないってことは覚えておいてください。で、そんなもん、もう、話すことそんななくなったんだけど、もういいかな。じゃあちょっと、雑談してもいいですか。だってさ、サレサレ以上やりますって言って、ルチナやりますって言って、前半何話すのっていう。だって前半コンボ頑張って、あ、でもティターニア来たらね、指めっちゃ伸びるから楽になるよ。圧倒的に。そう、前半何話すのって話だよね。毒2個だけ残っちゃったの。これめんどくさいの。そう、正直さ、話すことないよね。別に、そんなに。あとこれ毒2個残っちゃってる場合は、ワンチャン一旦毒目覚め消さない方がいいかもしれないね。状況にもよるけど。固定してる相方さんとかだったら毒2個残っちゃうとめんどくさいって分かってると思うから。今とかだったらね、これ VC しないから仕方ないんだけど、例えばなんか仲いいけど VC やりながらやってますみたいな、こいつシャッターありでやってますみたいな感じだったら、今のは毒目覚めなしで一回毒消してからの方が良かったかもしれない。今回はもう仕方ない。こういう2個だけ余っちゃうとね、どうしてもコンボしづらくなっちゃうんで、盤面が28個になっちゃうんでね、自然的に7コンボが難しくなると、こんな感じで。だからあまりおすすめはできない。ただ今回はアギナイン使ってるんで、まあ大丈夫だったし、落ち込んできたね。はい、7コンボしたら絶対倒せるんだよね、基本的に。基本的にね、あくまで基本的に。あ、なんで基本的かっていうと、皆さんスキル使ってくださいね。俺さ、さっき試運転してたんだけど、スキル使わなかった回数多分5回ぐらい使わなかったんだよ。いや、ほんと、いや、スキル使うだけやん、当たり前やんって思うかもしれないんだけど、例えばこれでずーっと周回してる場合、意外と忘れるパターン多いと思うんで、だから本当にスキル使う癖だけはつけといてほしい。例
例えばさ、タオレンとかの場合ってさ、欠損したらスキル使おうだから、欠損してるから分かるんだよ。スキル使おうになるんだけど、この遠征の場合、欠損してなくてもスキル使う人があるので、毎ターン。ってなった時に意外と忘れがちだから、ちょっとほんとそこだけ注意してください。はい。で、こいつもね、雲耐性も弾けるんで、ちなみにこの遠征は、毒耐性、お邪魔耐性、暗闇耐性、そして雲耐性、テープ耐性、そして吸収無効、覚醒回復、すべてできてます。属性吸収無効の見ないんだけど、属性吸収に関してはね、その色を消さなければ倒せるので、まあ実質ほぼ対応もできてるかなって感じで。まあギミック自体はすべて対策できてると思います。ダメージ無効に関してもね、シェリングフォードもあげますし、あとビーガンに関してはされ、兵士、兵士。ちょっと帰れ帰れ帰れ。何危な。ちょ、いらないってし、なんだこいつマジで。ちょ、兵士の消し方どうやってんのこれ。何今の、何今の兵士の反応要素。これマジで怖くない？なんか集会中にまあこんだけ喋ってること想定されてないと思うんだけど、今ので一歩間違えてあれしたらめんどくさいよね。あ、で、こいつに関してはね、普通に耐久してから突破してあげてください。ビックッとめっちゃ硬いんで。一応キラー自体は、サレのキラーが乗るのは乗るんですが、それでもね、さすがに最初の方は削れないんで。まあ実際どんなもんか見てもらおうか。めんどくさいし。まあ、10コンボで、あ、意外と削れるやん！Dガンって意外と削れるんだね。なるほどね。じゃあ、ここはもう変なことせずに、まずは一旦こっち側は L 字で、相手にパスしましょう。経験だけ貼っておいて。ここで変に削って、あれされるとめんどくさいんで、発狂食らうとめんどくさいんでね。ここは B 側に任せます。はい。ちゃんとスキル使ってもらって、全力コンボで倒してあげてください。タレーネって強いんだね、そんなに。そんな削ると思ってなかった。言っても。はい。ちょっと盤面悪いな、これ。さすがに。ナイス落ち込む、いいね。めっちゃ盤面悪かったけど、落ち込みに助けられて突破していくと。まあ、90分経ての場合は余裕で抜けるんでね。はい、突破してあげてください。13回走。さあ、来た、マンティコア。これがマジで問題なんだよ。まず、ルーレットがうざい。はい、で、ちょっとカットしたんだけど、マンティコアに関してはね、もちろん、OH プラス、L 字プラス、全力コンボで倒してもらってもいいですし、もしね、いや、ちょっと厳しいかもっていう人だったら、全然ね、平積みで殴ってもらっても OK です。悪いな。はい、これで光うい、こんな感じ でこれでスキル使ってるんで全力コンボしてもらって、まあ、いい感じに削れるならこれでも全然 OK。 はい、こんな感じで、まあ、さすがにワンパンしきることないと思うんでね。で、こっから、B 側の人がね、突破してもらえれば OK です。追い打ちもいらないんでね。もちろん L 字組んでもらってもいいですし、 L 字なくても普通に倒せると思います。 B 側はね、キラーゴリゴリに乗るんで、サレでのキラーとかが。ただ8コンボだけはね、絶対にしてください。ルーレットもあるんでね。ちゃんとルーレット利用して8コンボしてあげてください。いや、うまっ、普通に。まぁ、L 字組めば100億パーセント抜けます。なくても多分抜けます。はい。そんな感じで突破してあげてください。これがマンティカの突破方法ですね。まぁ、理想としてはね、O1 プラス、L 字プラス8コンボなんで、それは忘れないでください。さあ、ここで風じゃなくてアースバランが来ましたが、ルーレットはあと4ターンなんで、もうここまで来れば問題ないかな。ここはね、サレネに継承してる、京山の装備使ってください。これで覚醒無効回復して、コンボしていきます。はい。ルーレットはメリットの周りね、デメリットの周りで。色を出るっていうところに関してはマジでメリットなんだけどね。これで OK かな。はい。L 字組みながら7コンボで突破していきます。はい、OK。火力高いんでね、ルキナに関しては。はい、15回走。まあ、回復キラーに関してはいいや、別に。今回はまあ、キラーはもういいです。いつもの集会だったらふざけんなよってなるけど。まあでも、ランク上げ集会なんで、まあ、キラーが多少悪いのはしゃあないかな。ランク上げで経験値もらえるだけマシって考えれば全然、いいのかもしれない。はい。で、こっちはね、B 側の場合は L 字組みながら突破。A 側の場合はガードブレでも突破できます。はい、突破していく。ただね、次の階層でヌンが来る可能性あるんで注意してください。ヌン、あ、いった。これが来る可能性もあるんでね。HP だけは注意。で、ここに関しては、まあ普通にルティナ使って突破していきましょう。水。はい、これで L 字プラス7コンボで突破していきます。OK。まあ倒せます。ルティナ、こんだけ軽く出るんです。OK。そして、17階層。さあ、来ましたね。これ、あれだね。ルーレットギミック消してからでもいいかもね。もう
よし、ただいま。あのね、さっきなんでカットしたかっていうと、実はあれ、相方がミスったからカットしたんじゃなくて、これ相方がミスってもね、実はこっち側のシェリングフォードがあればワンチャン抜けるんだよ、別に。ただちょっとね、俺もミスったんで、もうちょっとカットしました。はい。というわけでもう一回やっていきましょう。ここまずは光が5個あるんで、もう狩りに使ってもらって大丈夫。ここで光の無効貫通プラス、追い打ちプラス L 字を組む必要があります。はい。あと、エミヤシロをね、使ってもらって。まあ、ちょっと相方に言ってきました。もう全然動画のこと考えずにめっちゃ調合していいよって言っておいたんで。まあ、多分大丈夫でしょう、さすがに。さっきめっちゃ急いでもらってたんだよね、どうしても。今ちょっと L 字ミスったんですけどね。ヘラニクスの場合は別に L 字ミスっても抜けます。で、ゼウスバースの場合はね、L 字ミスったらマジでやばいんで、もし L 字ミスってる場合は、最悪ね、A 側の方のシェリングフォード使ってもらって、追い打ちプラス、コンボで突破してあげてください。で、ここはね、普通にエンハンス使ってもらって、そしてね、一応使っておきます。はい。まあ、この目覚めがね、意味があるかどうか微妙けど、一応使っておくに越したことないんで、ルキナ使っておいてあげてください。で、あとは普通に7コンボ組んであげてください。まあ、見せらないように冷静に行きましょう。はい、これで7コンボですね。オッケー。追い打ち組みながら突破していきます。で、ニャララトプテフの場合は普通に倒すだけ。アザトースの場合はシェリングフォード使ってあげてください。ちなみにここでシェリングフォード溜まっちゃってるんで、まあ、ただまあ直前までは使えるんでね、安心してください。そしてラストヨグソトースですね。ヨグソトースに関しては、サレネからのシェアドを使ってください。ただちょっと今回ね、前半下っちゃってサレネ溜まってるんで、別のやつ用意します。ちょっと待ってね。中ガイド。ピンって戻ってきましたね。はい。サレネからのシェアと使ってください。やっぱ編集って便利ですね。後付け実況って便利ですね。はい、そんな感じで、ここでね、配置があるんで、配置を組んでもらいます。まあね、一度見てもらいましょうか。はい、こんな感じで L 字を組んでもらって、これで配置は OK です。こんな感じで組んでもらえれば、これでね、L 字プラス無効貫通組めているので、突破できるという形になって、で、まあ、ラストに関してはね、ガドベル発動で突破できるんで、ガドベルで倒してあげてください。ルテナがね、ガードブレイク持ってるんで、後続性消してもらえれば突破できます。はい。はい、これで OK ですね。ガードブレイク発動してるんで突破できます。はい、という感じのね、周回編成になっています。はい。で、経験値はちゃんと、されぬなんで、はい、1200万ありますね。ありがたい。はい、そんな感じで今回は、ルティナを使ったね、サレネの周回編成紹介させてもらいました。まあ、この編成はね、当然掲示板等で募集しても多分人は来ません。あくまでね、ツイッター等を利用してもらったりとか、仲のいい人とね、編成を組んでもらって使ってもらえればなと思います。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。